こんにちは皆さん、今日は皆さんにちょっと質問があって動画投稿しています。僕は8月の30日に日本を出てアメリカにまた行きます。でアメリカに行くのはまた留学です。一時帰国で今帰ってきてるだけなので、また帰って向こうで勉強しようと思います。アメリカです。でその時に今スーツケース23キロ1つとバックパック40リットルぐらいのバックパック一つに物を詰めていこうと思うんですけど、まあ毎年いつも食日本食をたくさん詰めていってるんですね。でもいつも何買ってたか全然覚えてなくて、なんかいつも忙しすぎて、で明日買い出しに行こうと思ってて、まあ何を持っていけばいいのか、もし皆さんが海外、あ、 YouTube のコメント来た、もし海外に行くときはこういうものを持っていくよとかおすすめがあったら教えてほしいです。そうですね、軽いものがいいですね。やっぱり23キロと、まあ本当はもう一個46キロぐらいまで持っていけるんですけど、そうなると今度は重さが重すぎて、こう自分持っていくときにすごい疲れるんであれなんで、まあ、23キロぐらいで行こうかなと思います。まあ炊飯器3キロぐらいのやつ持っていこうと思ってるんで、まずそれで3キロ使っちゃうんで、あと20キロぐらい。皆さんもし何かあったら教えてください。それでは、あと10日で日本を経ちます。それでは。